長篠の戦いで武田勢の一部が向かって左側に移動した。秀吉は回り込まれるのではないかと焦ったが、重春は織田勢の陣に穴を開けるための陽動ではないかと進言した。秀吉は重春に従わず迎撃のため兵を動かしたが、重春は反対した挙句手勢と共に持ち場を離れなかった。間もなく武田勢は元の位置に戻って秀吉が不在の地点に攻め寄せた。重春が守っている間に秀吉も慌てて帰還し、重春が正しかったことが証明された。中国攻めの陣中で病死する際には秀吉は京で養生するように戒めたが、重春は陣中で死ぬことこそ武士の本望と断ったとされる。また最後の策として三木城兵糧攻めを秀吉に授け、別所長春を降伏させている。この無血開城戦法は後の備中高松城の水攻めにも通じている。